ッシュのゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきたいと思います。今日はですね、はい、このライトニングガンを使ってですね、いろいろやってみたいと思います。テトラポッドみたいなやつをね、ちょっと作ってみました。はい、このライトニングガンどういう武装かというとですね、ちょっと試してみましょう。はい、敵が近づくとこのように点滅して、はい、電撃をですね飛ばすんですよ、このように。さあ電撃を打ちまくれ。テラテックのね、これテスラコイルみたいですよね。結構威力あるんだよこれ。攻撃力高いから恐竜とかも倒せんじゃねえかな、この電撃で。おーおーおーおお、強っ。はい、スピノサウルス3体に囲まれてもいけるのか、いけるのか。あー、いけないか。あ、めっちゃ噛まれた。あー、破壊された。さすがに恐竜3体は無理か。空飛ぶ敵にもね、耐性があると思うんですよね。プテランドの大量設置してみましょう。はい、強い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 よあ、上空にさらわれている。撃て、ライトニングガン撃つんだ。おー、いいねいいね。おー、めっちゃ群がってる。あー、勝てなかったか。とまあこんな感じの武器ですね。これをちょっと生物につけてね、カスタマイズしてみましょう。この溶岩ゴーレムにつけてみようかな。溶岩ゴーレムの背中につけて、こいつね、火をねまとうことができるんですけども、ファイヤー&電気ということでね、多彩な攻撃を仕掛けられるちょっとゴーレムに改造しましょうか。さあ改造開始。はい、というわけで完成しました、ライトニングラバゴーレム。炎属性に飽き足らず電気までね身にまとった結果、最強の生物として生まれ変わりました。ついでにクロウもつけてみました。これは強いべ。さあプテラノドン軍団にリベンジしてみましょう。さあ行くぞ。さあライトニングスマッシュ、どんどんとプテラノドンがやられていく。さあクロウもいい感じに強いぞ。おお、攻撃が多彩だ、いいね。はい、めちゃめちゃね、背中にねたくさんライトニングガンがついてますんでね、ゴジラみたいでしょ。これはね相当強いと思いますよ。こんな感じでね、草食恐竜のね群れにあっても全然大丈夫だと思うんですよ。やってみましょう。さあ行け、ライトニングローリングアタックさあどうなってるどうなってる。さあ雷攻撃が容赦なく草食恐竜たちを襲う。おお、あっという間に全滅だやばいなこいつ。はい、続きましてはですね、怒ったジョー74体ですね。これを蹴散らすことができるのか、やってみましょう。レディーゴー。さあ電撃が容赦なくこの怒った不良軍団に降り注ぐ。さあローリングエレクトリックアタック、おお、吹っ飛ばしてるね、まるでボーリングのようだ、すごやばいな、めっちゃ殴られてるけど。うわー、かっこいいね戦い方が。おお、遠距離攻撃近距離攻撃両方ともいけますね。うわ強こいつ、まあ、こんだけしょってればな。さあ以前作ったワイバーンライダーですね、これを5体並べてみました。よし、これでどうかな、いい戦いが見れると思う。おおすげえな、全然近寄れないじゃんワイバーンライダー。うわー、かっこよこいつ。うわーうわー、すごっ。はい、めっちゃ強いのができたんですけど、なんかやっぱちょっとかっこよさがな足らないですね。ライトニングガンが似合う恐竜を見つけてちょっとねカスタマイズしていきたいと思います。何に似合うかな、電気の鎧を着た何かみたいな感じで作りたかったんですよね。鎧といえばアンキロかな、アンキロのトゲをですねちょっとライトニングガンにしてみるみたいなのいいかもしれないですね。よし、そんな感じでちょっと作ってみましょうか。よし、一気にカスタマイズしますよ、せーの。はい、というわけでアンキロサウルスをですねサイボーグ化してみました。でライトニングガンの数が半端ない、目も金色に光っております。アンキロの特徴といったらね、やっぱね尻尾ですよね、ハンマーっぽい尻尾。このようにねスパイクをいっぱいつけてみました。これは強いんじゃないかな、最終兵器できたと思いますね。メカニカルアンキロも最強だと思うんで、もういきなりTレックス100匹ぐらいと戦ってみましょうか。はい、というわけでティラの100匹並べてみました。めちゃめちゃ重たい今。さあアンキロサウルス、お前の力を見せてみろ。もはや稲妻が見えない、稲妻が見えないが、どうなってるどうなってる。さあアンキロサウルス、アンキロサウルス吹っ飛ばされてもライトニングガンが自動で攻撃していく。うわー、なんだこれなんだこれなんだこれは、もはやどうなっているかわからないティラノサウルスが川みたいになってる。
やば、どんどんティラノサウルスこれ倒してんだろうね、中で。うわー、すげー戦闘力、まだやられてないですね。さあ、雷の鎧をまとったアンキロサウルス、これティラノサウルス100匹に勝てんのか。うごめいてますね、だいぶ。さあ、どんどんすごい勢いでティラノが破壊されていく。さあ、そろそろ見えるのか、アンキロ生還するのか、まさか本当に生還するのか、やってしまうのか。やってしまったティラノ100匹に勝った。見えないよ勝者が。強っ全然減ってないじゃん HP。 すげえな、このなんだこれ、これこのティラノの死体の山はやば。さあ、これはどうだ、アンキロさすがにこれ勝てないんじゃないか。スウォームバグの巣に囲まれております。すごい虫いっぱい出てくるからね。さあ、全部撃することができるのか。うわー、やべえやべえ、うわー、花火みたい。うわー、もうこれやばいなこれやばいな。うわー、なんだこの虫の量は、半端な、キモ。さあ、それを1体ずつかな、これ同時に攻撃してんのかな。やばいな、どんどんと虫が降ってくる。うわー、すごっ、すげーな。何匹いんだこれ、やば、緊張る巻きたい、めっちゃ。あれ、なんか様子おかしくない、群れがなんか移動を始めてますね、固まって。え、勝利、え、どういうこと、あれ、え、なんで何これ、何のバグ、虫だけにバグ、強すぎてストライキか、これもうやってられるかって感じなんですかね。どういうこと、なんでおじけづいたか最強すぎて、やば。さあ、あのメカアンキロの猛攻を止めるのはもうあなたたちしかいません。さあ、調査兵団20名、メカアンキロ止めることができるか、レディゴー。うおー、すごい、ワイヤーと稲妻がすごいことになってる、やば。あ、ただ拘束はできてないね、めっちゃ動けてるもんね動きを止めることすらできないのか。さあ、調査兵団残りは少ないぞ。うわー、やべえ、もうチリジリになっちゃったね。うわ、全然立体起動させてくれない。お、飛んだ、吹っ飛んだ、めっちゃ吹っ飛んだあいつ、やば。いやー、かっこいいなこいつ、すげえな、見てこれ、やばすごいなこの雷エフェクト、やば。はい、ストップ解除。いや、すごいな、まだいる、まだ生き残りますね、全然歯が立たないねダメだ、調査兵団の皆さんの力を持ってもダメだ。すごい可愛いんだけどな、凶悪ですね。はい、というわけでですね、今日はライトニングガンを使ってモンスターをねカスタマイズしたりとかね、いろいろ遊んでみました。アニマルレボルトバトルシミュレーター結構ね頻繁にアップデート行われてるので、また新たにですねパーツとかね動物が出たら紹介していきたいと思います。さあ、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。